先出しでお願いいたします。はい、というわけで、皆様の準備が整いましたら始めていこうと思いますので、今しばしお待ちくださいませ。というわけで、今日は、基本進行は、主催の剣崎さん、そして実況は私石田がやらせていただきます。はい、お願いします。明日が、十兵衛の誕生日というところで、はい、十兵衛が、プレイヤブル化記念も兼ねたイベントとなりましたので、はい、十兵衛もやっぱり人数は多いのかな。そうですね、4人になります、ね、おお、4人、はい、12名中4人、はい、むしろこれシードの十兵衛結構これは期待できますね。そうですね。さあ、先方決まったようですね。それでは皆様スタートボタンを押して始めていきましょう。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。いやー、本当に一部全然集まると思ってなかったのでこんだけ来てくれて嬉しいですね。いや、そうね、一時はね、はい、どうやらと思ったからね。どうしようどうしよう。いや、本当に皆様ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。さあ、というわけで、A 番隊の先鋒戦が、狭間対スサノオ、弁蔵さんの狭間と和田光さんのスサノオとなっております。あ、今回6英雄の定義付けで結構ね、やっぱ他の人も、ね、俺のキャラは入るのかみたいな結構あったと思うんですけど、ありましたね。陣はさすがに6英雄からは外してしまった感じですかね。プラチナの存在があったので、まあ、後ろにくっついていることがよくあるんですけど、まあそうですよね、はい。まあ、彼は6英雄ではなくイカルガの英雄なので、はいはいはい、今回は除外しました。なるほど、はい。で、サノオとかは6英雄なのではないんですけれども、テルミタス博士みたいな、まあ、中身が6英雄、外も6英雄ってことは6英雄でいいんじゃないかっていう、なるほど。すごい適当なんですけれども、まあ、あとは今回の CF の新キャラってこともあって、ぜひ、うんうん、参加できた方が面白いかなっていうところですね。なるほど。さあ、今現在試合としては弁蔵さんの狭間が体力若干苦しいと決まっているところですが、はい、今端に追い込んでゲージも十分ある状況。さあ、ワンチャンストーリーに行けるか。対空からうまくウロボを駆使して一気距離を離す。さあ、お互い必殺のゲージがじわじわ溜まっているところで転んで、さあ我慢しているわ。バースト切ってガー焼却からの、さあエリアルジャメージンからうまく飛んでいく。さあ、ここは勢いのある空襲を冷静にジャンプでしのいでいきました。まずはワタコスタノが一本先制。遠藤さんもワタコさんも新人戦ですごい、はい、活躍してましたね。さあ、今のところも今回の新バージョンの空中のウロボが結構噛む距離が短くなったというところを生かした立ち回りをしております。弁蔵さんの狭間、さあ対して佐野は技の解放がなかなかできないところですけども、うまーくまずは認識を解放していきましたね。コンバージョンになってから佐野と狭間はだいぶ、はい、アッパー調整が入ったようなので、おせ B 番台は2番台は白面がかっている。というわけで、よく頑張った、よく頑張ったカメリアさんの白面チームなのか、むしろカメリアさんの白面が勝利です。2回戦進出おめでとうございます。で、流れ的にもう次が2回戦になるんですけども、ここが十兵衛対白面なんで、ここはぜひ A 番台やりたいので、佐野狭間の決着がついたら9とこの勝った方のチームを B 番台でやってって感じかな、はい、それ以降は一大進行しましょう。おっと、そんなこと言ってる間に1本弁蔵さんが取り返していっている。さあ、最終ラウンド。ちなみに今回剣崎さんはご参加されてるんですかね。はい、もちろん、キャラはキャラは10名で10名で、はい、8年間待ってたので。おお、じゃあその8年間の成果を、はい、待った成果を見せていただきましょう。はい、さあ、ノーゲージ 6A を混ぜつつ、そうですね、さあ、やはり大会は勢いテンション大事ですが、はい、これはナイス確認からのお見事、ワタックを白面、あ、勝ち抜きですね、勝ち抜きなので、そのままワタックさんは、はい、ご着席いただいて、さあ、そして時報を座っていくのが神風さんの狭間。もしかしてナオトを使う前は狭間つけたか、そういうことではない、ではない、あそこで時期もあった、なるほど。まあ、神風さんもはるばるちょっと、そうですね、遠くからお越しいただきまして、はい、ありがとうございます。
まあ、ナオトの段位は見ての通りでございますが、はい、今回は、文字段位認定中の狭間でございます。さあこの流れ果たして断ち切れるか。神風狭間、神風さんといえばもう名古屋の方で、はい、愛知の方でのコンボヤクザと言われた、ほう、あの直人使いですので、狭間でもなかなか研究をしているみたいですね。なるほど、はい、さあそんな神風狭間の進化やいかに、さあ置き前をリターンを求めるような技を重ねつつ巧みに攻め継続。さあ佐野をここは慎重に一撃ダウンを奪っていく。さあ上からかぶせてかぶせてクラストイが当たってしまう。さあいろいろ解放してご指揮からダウンを奪う。いやーこれは怖い。さあ中央に戻っていく。じわじわ一つ一つ技を増やしたこうカウンター。果たしてさあいいダメージ、さあいっぱい噛むが最後の完走まではならずという感じでしょうか。さあファジージャンプうまくここは中央へ戻っていく。これは怖いぞ。さあクータイク出場してまだまだかまだだ。おい発動じゃあよく放電時ラッピキャンからさあ逃げていきました。ああエクシャルでかわせて最後は飛びが通る。本作は EA が硬直がなくなってしまったのでそうですね、画面難しいですよね。いやつまり EA 押す側もかなり勇気を振り絞って押していかないといけないというところは読み合いがより一層ね、あ深くなりましたね。はい、おさあこのサノーというキャラ解放してから始まるキャラになりましたけれども、本作は火力がだいぶ上がったのでどうみたいですね。さあそんなところでまずはガサイショコマンド投げで崩していくがジャコが当たらない。さあここはトリッキーな動きで相手を翻弄しつつリズムを崩していきたいがダメージ、しっかりと熱っ張りも大丈夫調べております。さあ差し絡まってこうやった鬼発動、おおナイス 4D と思ったが何が起きるんだ。ジャイオク放電陣 OD は終わってしまったが、さあ浮き目を借りに行ったか前 3C やる気だな。いやー声を押している。さあでもどちらもあるどちらもある。さあおおおこの流れ想定外のコンボ判断に思わずバーストをしてしまったか。素晴らしい神風狭間これで11。さあ最終ラウンドお互いバーストはなし。肘にはしっかりと割り込んでガサイガードは硬いやつにはこうやるんだよと、うわーぐちゃってぐちゃって。さあひとまず当たってストック回復、空対空冴えますね今のバックジャンプ CV。 さあ前当たって吠えるスタノー、ナイスガード、いいですね。お互いやはりだいぶガードが硬いですね。さあよく確認して怖い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 、くん投げ C から、さあこれでおっおっしゃがみ C やから打ってしまって終わらせますよ。終わるのか終わるのか、果たして果たして、じゃあここから OD ミューチレッカドン、どうどうこれ気が毒ない、いやさすがに残る。やべえこれスタノ100あるけどオーディもあるけど、あーいいさあ、あらららららあらら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 ら
1P、2P ともに大爆笑ともあれ勝利したのは神風間様、お見事。さあ、そうですね、佐野チームは2人チームなので次でくるのは復興佐野大将でございますが、復興佐野佐野相当連動高いですよね。前のバージョンから結構段位高かったようなイメージはありますので、やってましたので。違うよ違うよ、そいつじゃないよ。あ、総計いってる、すごい。と文字単位が来ましたね。これサブキャラですもんね。そうですね、サブキャラですね。福さんはもともとバングで、もう明日、はい、川越の方で。あ、そうですね、そうですね、あの10名とチームを組んでいる、はい、そう、10名とチームを組んでいる。さあ、そんな福さんに対してどんな動きを見せていくか。いい知識通して、まずは五色を解放。うおー、立ち死暴れ。いや、貪欲じゃない、多分これ本人も想定外ですが、冷静に。いやー、フックスタの非常に冷静、中段中段。いやあ、まあ、じゃあ、法天寺は無敵がないので、そうですね、やむなし。さあ、というわけで、先生はフックスタの圧倒的な置き攻めで一気に取っていきましたが、投げ通る。さあ、ここまで温めておいた通常投げ、あー、前進出て、ナイスガード。さあ、立ち回りが手堅い両者、接近戦からここで橋へ連行。さあ、確認したのか。いやー、 3C からで五色下段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 。なかなか難しいですよね。おい、発動かな、達成しろ。さあ、これミスどころですよ。生活動。さあ、ここはエクスですね、持っていって減りましたね。でも画面中央来ましたよ、5993、めちゃ減った。あとは何か、あこれはジャンキャーオーディいけるのか。これはまさか、お見事。フックスタの方が 2-0 勝利、取り返していきましたね。さあ、というわけで狭間チームの大将が浅羽狭間となります。はい、浅羽さんといえば狭間使いのドンと言われた。あ、そうなんですか、みたいですので、じゃあドンのお力を拝見しましょう。はい、特にこの場所になってからものすごいやったイメージですね。はい、この前も月間勝利数1位になってるのを見ました、おめでとうございます。さあ、そんなこの狭間さの大将となります。さあ、どちらもどす黒い背景の闇に溶き込んでるから、開幕の OD の呼び勝ちはまずは浅羽狭間。ジャメージンから OD は終了。さあ、ためレッセンをしっかりジャンプでかわせる。いやー、狙いすました、しゃがみシータイク。あー、どこへ行く、難しいやつ。さあ、ジャンプへからもつれて、どん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 、ジャイアンフォーデンジン、フェイタルカウンター。今回発生が早くなりましたからね、ああいう風に割り込みで使うのがだいぶよく見えるようになりましたね。なるほど、3800使って、うわー、滑っていく。2回決めて橋ですね。いやー、これは怖い。いやー、貪欲、これは怖いぞ。仕掛けていくが、まずはカウンターサルト、前火を置いてやって、リーチをかけていくのはフックスタノー。しっかり決めてきましたね。はい、さあ、というわけで、しかもバースト有利はフックスタノの状況。はい、さあ、それではいきましょう、2ラウンド目、開幕から完全に相手のメンタルを取りにいってますね。さあ、複雑な動きを見せて、
冷静、立ち火がすごいところでナイス尻尾。いやー、ここは辛い。うまくしのいで位置を入れ替えていくが、冷静に割り込んで裏。さあこれでこのラウンドも終盤に差し掛かるか。オーバーライブ発動、アストラルのおまけ付き。勝利したのはスサノオチーム、おめでとうございます。素晴らしい戦いでしたね。はい、素晴らしい戦いをありがとうございました。じゃあ続いて第2試合なんですけれども、A 番台、十兵衛チーム と、白面の、亀根さん、ちょっと一人チームなんですけれども、で A 番台でお願いします。スタノー勝ったスタノーチームは、B 番台、今でもあれですね、今まだ2時だし、ちょっとゆっくりやりますか。じゃあ、A 番台で10名4人と亀井さん、まあこれあのもしかしたらあの一瞬で終わる可能性もありますし、長い可能性もありますよね。まあとりあえずでは A 番台で10名チーム集まれ、はい、こちらに4人集まってます、あ、素晴らしい。では亀井さんと、1P、2P 決めていただいて、で、もちろん、先方は、10名チームがまあ先出しなんですけど、まあ、亀井さん一人だからね、まあ先方もクソもない感じですけども、10名チームはリミオさん、ケンザキさん、アザレアさん、アオリンゴさんの4名となっております。さあでは準備ができましたら2回戦を始めていきましょう。さあお待ちかねの10名登場となります。さあそれではプレイヤーブルカと誕生日おめでとう的な10名チーム、果たしてハッピーに優勝を飾れるんでしょうか。では準備ができましたら、どうぞスタートボタンを押して試合を始めてください。やっぱりねキャラクターが6英雄限定でもあり、結構ねサブキャラでの参戦の方もいますけども、先ほどの A 番台サブキャラとは思えない連動の人もちらほらとおりましたし、今回の10名をおそらくメインとサブの人が入り混じっている感じかとは思われますが、果たしてどんな動きを見せてくれるんでしょうか。ではまず先方はアザレアさんの10名。さあ一方カメリアさんはこの新キャラの10名に対してどこまでキャラ対ができているか。さあ表で投げ、さあ端に持っていく、前転通って、さあそっか今はしゃがんでましたけど、白面はどっからでもグレンしゃがみ C がおそらくジブにはつながるのかな。前 B、 立ち C、 立ち C、 さあエンマからきっちりとエリアル、さあ体力はミリー、コパンを重ねて、あっという間にまずは壁に白面。長年の白面のやり込みを感じます。さあ立ち絵置いて、まずは1562、たあこれは貪欲な卓を見せていく。おにぎりのきっちり顔したがもつれて、押しているのは足上がみに。さあ差し返しも置く当て身でプレッシャーを与えつつ、タッチが引っかかってからまだ大丈夫だ。烈光山から位置を入れ替える、タッチ立ち B がさない、前 B 厳しい、たまらずカウンターされると、なんと柳に鬼狐、おおバスって終わった、いないいないが冷静すぎる。まずは先鋒戦を制しているのはカメリア白弁。さあ時報は誰が行くか、
青りんごさんかな、それともいきました、青りんごさんが10名でいきます。さあでは先方というか大将地方戦ですかね、厳密には。さあここで10名記念すべき一勝を挙げたいところではありますが、その一勝の相手が非常に高い壁、果たして打ち破れるか。さあそれでは大将時報戦となります。さあまずは慎重な立ち上がり、時間を使ってじっくりゲージ貯めていきたい白面。さあ偽装球、冷静に見てからしゃがみしカウンター合わせるがタッチ当たらない。さあ目の前で止まってしまう10名。いやー歩いてタッチタッチ入れ込み、オーディ貪欲あっという間に持っていく。さあ瞬殺、触ってしまえば瞬殺。まずはカメリア白面2ラウンド目、空中ヒット引っ掛けてきっちりと台まで持っていく。さあおにぎつね、おにぎつね冷静にガードして、さあこのプレッシャーに耐えきれない10秒。なんとかまずはシャレンジンで評価を図れてたことはありますが、容赦なし、あっという間に2人抜き。さあカメリ白面が2盾。さあ続きまして、リミオさんの10名かな、3人目、副将でございます。さあ残すところあと2人となった10名チーム。そろそろ10名チーム側もプレッシャーが大きくなってくるんじゃないでしょうか。それでは副将大将戦、さあまずは触ったのは白面でしたが無理をせず一貫立ち回りに戻る。まあ、マネージフェイタルカウンターエンマから、さあじわじわ走りを押していく、エリアル決めて前エビ投げ、そしてオーディ発動。ここは確実に倒しきろうという感じでしょうか。バッチリ足りる。さあパーフェクトで先制はカメリア白面、止まらない。立ちの空振りにうまく差し込もうと思ったが間に合わず、差し簡単にバースト入って走り持ってきたい。前 C から黒ひょうまで決める。さあ3000弱奪っていく。前 C カウンターからこりゃ痛い。
4000オーバーか。はぁ、迷わずじゃん、エク投げ。さあ、この橋の地獄から出してくれ。出してくれない。あっという間に3人抜き。カメリア白面強し。さあ、大将で座っていくのが今回のイベントの主催者でもあります、源崎さんの10兵衛。さあ、8年間待ち続けたという。あ、ちょっとなんかいつの間にか対応したら一本取られてる。さあ、どうなっているこの状況。今2ラウンド目でお互いバーストは切っている状況のようですが、さあエリアルまで持っていって、カメリア白面がこの状況圧倒的前投げバッテンついている。そしてワンツースリーと。さあ、体力残り3割というところでしょうか。しゃがみし、まだ終わってはいない。頑張れ。うまく走り込んでいくが、勢い余って崩しまう。ナイスなアピキャンと言いたかったが、このままあっという間に4立て。カメリア白面が決勝戦に駒を進めていきました。おめでとうございます。さあ、というわけで10名チームお疲れ様でございました。さあ、では続きましてお次の試合がもがたほのベスト4、2回戦ですね。スサノオチームとナインチームでございます。お、ケンナシさんお疲れ様でした。はい、まあやはり最強でしたね。おおやはり最強でした。おはい、そうですね。モケモケさんと、あと、なんて言うんですか、ホタルグサさん。はい、あ、はい、ではのお二人がナインチームでございます。はい、対するエッサのチームがフックさんとワタッコさんですね。はい、では 1P2P を聞いていただきつつ、人数が一緒なんで、まあじゃんけんで勝った方が、そうっすね、後出しでいいかな。はい、あ、でもまあそのあたりは、まあ、緩い大会なんでお任せします。そうっすね、まあ本当に普段の角みたいに、はい、座った方でいいんじゃないですかね。まあまあそうっすね、はい、流れで。では A 番台、柱側の台の方にお願いいたします。じゃあ先方が決まったらどうぞご着席お願いします。 2P 側は決まってるようです。これは先方を決めあぐねている感じでしょうか、 1P 側。さあ、ホタレグスさんが座ってきましたので、 2P 側は私を白面でございます。では準備ができましたらどうぞスタートボタンを押して試合を始めてください。はい、さあ、先ほどは狭間チームと熾烈な争いを繰り広げておりました佐野チーム。今回の相手はナイン・ザ・ファントムとなっております。さあ、それでは行きましょう。先鋒戦です。さあ、これはかなりレベルの高い試合も期待できそうなところですね。
まずはそのほうが触る。オーディ発動、クーダニーめくりのジャンプディー、口出しで空振って、さあクラッシュトリガー、一気に技の解放を図る。画面端、素晴らしい火力ですね。刻んで刻んで刻んで、うまく脱出していきたと思ったが、対空しっかり上を見ている。フラックスナーチャーが空振って、ワタクを白弁が一本先制。さあ2ラウンド目、巻き返しを図っていきたいナイン側。さあ慎重にふわりふわりと立ち回りつつ、飛びが通ってバスト、早めに入っていく。ここずつばかりに隙を見て解放を混ぜつつ、さあ緩急をつけて空中投げ、前転が通った。まずレイダー軍隊と、さあどっちで仕掛けるか。ナインが競り勝つ、カウンターされると端から逃がしたくない。投げて、さあどうだ、バッチリ。さあワタコ白面がまずは先鋒戦勝利していきました。さあそして大将はモケモケさんのナインとなりますが、はい、さあレデュース使いのモケモケさん、果たしてナインの連動はいかほどのものなんでしょうか。拝見しましょう。モケモケさんはだいぶ研究がすごいされてる方なので、はい、どのキャラもなかなか仕上げていらっしゃるみたいなんですよね。なるほど。さあそれでは行きましょう。先鋒大将戦でございます。決勝でカムリア白面が待ち構えているこの大会、さあどちらが名乗りを上げていくでしょうか。さあまずはウバロを吐いて端にラインを上げていく。ステステからうまく位置をキープしつつ、さあこれがキャラ隊なんでしょうか。うまい具合にサノの動きを封じつつ絡めてターフェアイトから空中引っかかるが、さあ妖精さんがツンツンとサノを追いかけます。ステップの終わり際にしっかり刺して、ここはまずはフラックスナーチャー待ち構えているしゃがみじたいくからナイスジャンプ、七式をきっちり飛んでレイダーからサーフェアイトを重ねていく。さあクンサイトにバースト、マイステップ。さあどこで崩しに行くか。カウンターされるとスタッチャー空振ったか、まだレイダーからラピキャン歩き投げ、おわっどうだどうだ、さあギリになっている、まだ終わっていないぞ。だが一削り、ほんと一削りのところですからね。さあ手堅い立ち回り、はい、確かに、まあ、サノの体力高いですね。高いですね、確かに12500。へえ、テイガーの次に高い。なるほど、というのが生きたところでしたね。さあともあれ取っていったのは、モケモケナインでした。ナイスガード。さあアメニストから引っかかる、サノーでかい。そうですね、走り抜けられないっていうのがなかなか。なるほど、これは確かにいい位置に、しかも、ね、くぐりそうでしたもんね、雰囲気的にも。さあ置いてやる、今度はシャゴシーの空振りにターンヘッド刺さる、早出しに飛びバーストを切って、さあステップ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 、そしてうまくつないだ、いや届かない、難しい。さあ結構早足と思いましたが、それでもスタノが競り勝っている。ガードが硬い、
い、魔法と解放があるのでまだ上がるよ。一旦切り返す。うわー、どっちかわからない。クラストリガーもしのいで。硬すぎるぞー、すごい。モケモケない、いやモケモケないというかモケモクさんがすごい。さあこれで勝利して大勝大勝へ。しっかり角半を入れてきましたね。いや硬いですね、硬いですね、さすが。さあこれを崩していけるかフックスサノ。しかも1試合に1回しか打ってない流し切り飛んでますからね。そうですね。あとやっぱりあの魔法を多彩に使ってますね。そうですね、はい、今回ナインは、はい、そうやってやっていってほしいというような挑戦に見えるので。おー、なるほど、まあ、いろんな魔法を使っててほしいと、はい、そうですね。確かにそうですね、前のバージョンに比べて選択肢というかいろんな D ボタンを使う人は増えたかなという印象がありますね。はい、さあそれでは対象対象です。さあ開幕前捨て投げ。さあでも本人の表情は至って大真面目。クンザイと歩いてうまくターヘイトに割り込んでいく。両者調べてる感。さあ橋のラッシュを割り込んでいく、すんばらしい。3294、マイビーにフラックスナチャー、ナイスガード、いい位置で置いてる。しゃがみ C の判断が早い。相手が冴えてますね。立ち見が打ち勝っている。さあこれはどうだ、まだ終わってない、それでもと思ったが続く。中断中断。さあフックスタドがリーチかけていきます。さあ1本目の先手はナイン側でしたが、冷静に転んでからの対応で先制していたフックスタノを刻んで、さあ6式ガードの硬い人にはリズムを乱す動きをしていく。さあそしてしゃがみ C を釣りに行くがなかなか崩れてくれない。モルガナイトも飛んでしのぐ。そして隙を見て解放、クンサイと立っている。どっちも硬いがシャガミシーをずらしたクンサイと歩いて、いやーガード硬い。さあここでアムニストのカウンターヒット、どうするこれは。ステップ、そしてまだまだこんなんで終わってないが、ウバロバイトはうまく使わせていった。いやー繋がってない。まだあるよ、あるよ、あるけど、あるけどカウンターされるとまず腰を吐いて、くわー空中で左にしまった。勝利してきたのはスサノオチーム、おめでとうございます。はい、ということで、スサノオチームが勝利しましたので、続いては決勝戦、はい、白面のカメリアさんと、白面のカメリアさん、スサノオの、福さんとワタコさんで、はい、決勝を行っていきます。1対2でございます、はい、1対2でございます。先出しですよね、まあね、先出しもクソもないからね、はい、1対2だから。まあ、6英雄という感じなんですけれども、はい、スサノオと白面といえば、あ、確かに白面といえば、ま、ゴッドボーが流れるんですよ、はい、あ、なるほどなるほど、神々の戦いが、そうですね、神々の戦いが始まります。あ、どうぞ、スタートボタンで。さあ、それでは行きましょうか。では、本日の決勝戦を始めていきましょう。
さあ6英雄限定大会の決勝戦は白面対ツサノオとなりました。なんか白面が小さく見えますね、キャラ整理画面。白面と変わんないはずなんですけどね。あ、そうなんですね。さあどのような試合が見るでしょうか。確かに見た目だけ見たらツサノオ白面の強化版っぽい雰囲気しますね。そうですね、元の鞘に戻ったというような設定らしいですが。なるほど。さあそしてお互いにカラーは白いワタコ白面対カメリア白面。あ、ワタコスタンドですね、失礼しました。さあしゃがみ C を主体に崩しつつ、おい発動、裏に回っていくが冷静に顔して、さあ連下に OD から FC のアクセル、マグディはアクティブフローに入っていく。リードはまずはスタノー、暫定ストール、ナイスフォロー。さあ錦木で切り返す、負けじと当て身切り返す、立ち上だけにジャンプ。さあですがアクティブフローに入っている白面はバーストがモリモリ溜まっていく、まだ牙は残っている。うわー、これは見えない、入ったバースト、やる気、やる気だこの男、やる気のバーストですね。冷静リーチをかけていくのがスタノーチーム。さあ2ラウンド目、さあかぶせてかぶせて、前へカウンター、じわじわと走り向かって押していく。さあワンコンボワンコンボは消してダメージは大きくないが、最後の本命のために下準備をじわじわと進めている。ナイスカード。お互い体力が高いのでまだまだ全然分かりませんね。そうですね。あ、通った、おっとからの端に、いや違う、まずはここでダウン奪っていくが、あージャンプしたし、しゃがみカウンター、立ちし投げ抜ける。さあ体力は残り1台切っているが、まだこれ、いやー今のエンマは素晴らしい、よく見ている。さあこれで 1-1 の最終ラウンド。うわバッテンついて、さあ走りに行く、位置が一度入れ替わるが、今度は左端に持っていく、暫鉄バースト。さあこれで一気に形勢はカメリア白面の方に、オーディ発動、さあシャイニー通るが、ここはエクシュアクセルに持っていく、画面端から逃げられるか、魂の錦投げが抜ける、三振の空振りに差し込んで一度仕切り直しか、ジャメカウンターから見逃さない、お見事、粘るカメリア白面、これで大勝大勝。いやーレベルが高いですね。いやーそうですね。これ最後フックさんサブキャラではありますけども、これすごいレベルの高い試合が見えそうですね。ちなみにこのイベントの配信意外と視聴数が多い、初めてちょっとで160って、まあまあうちのイベントでは多い方ですね。いいですね。さあ、さあそれでは決勝戦の対象の対象に行きましょう。ワンピーがフックスタの、ツーピーがカメリア白面。うわガンダッシュ投げ、一瞬瞬の隙をついて投げを通していく。
発動して立ち見には間に合わず、中段強気に仕掛けていく。開幕20カウントでもう体力は残り3割ほど。だがじっくりと構えて、おお、4シーの空振りで3シー差し込み、うまいぞこれ。おお、負けず、なんだと。バースキーっていく。さあこれが吉と出るか凶と出るか。まずは前だけ、青いぞ、青くてもつながりゃいいと言わんばかりのこの橋の猛攻。最後はペチッと1本目先制してリーチかけていくのはフックスサノ。さあ続く2の目、バーストを切ったところがこの後どう響くでしょうか。解放していく、一飛びからおっと、先ほどから結構ホタルじゃないや、外れてますね。そうですね、入りにくいキャラなのかもしれないですね。さあ、スタノが入りづらい、それとも単純にあのコンボが難しいのか。さあ、ともあれ、苦しいのはカメリア白面側。地上で構えて反撃ゲージを貯めている。うわー、これですよ、ナイス確認。そしてお見事、本日無敗で優勝を決めていきましたのがフックスサノーのスサノオチームとなりました。おめでとうございます。さあというわけで今日この6英雄限定大会参加者10名さんございましたけども、優勝は2人チームの、スサノオチームとなりました。おめでとうございます。さあ非常に熱い試合でしたが、まずは前半の部が終了となります。この後の予定はどうしましょうか。そうですね、まあちょっと今2時半ぐらいなんですけど、はい、まあ3時から、3時からエントリー受付開始。ちなみに後半の部の形式は